はい、チャット GPT7R プロンプト、カーブミラーさんの記事をもとに学習しました。はい、こんにちは、こんばんは、カーゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティング、IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するための有益な情報をお届けしますということで、今回はですね、チャット GPT の 7R プロンプトっていうものがありまして、で、それをですね、ちょっとカーブミラーさんの記事を元にして学習してみたっていう動画になります。はい、今回の、内容です。まあ、初めにっていうのと、今回の内容の方を説明して、7R プロンプトとはっていうところと、で、7R プロンプトの書き方。で、簡易プロンプトっていう書き方と、詳細プロンプトっていう書き方と、あと、ランシナリオ、自己シナリオっていうところとまとめ、みたいな感じでお話していこうかな、というふうに思います。はい、今回の内容です。はい。ですね、今回の内容なんですけど、カーブミラーさんからいただいた情報から、この動画を作っております。で、カーブミラーさんの方の記事から学んでいったんで、詳しくはですね、カーブミラーさんのブログをご覧いただくといいかなというふうに思います。で、カーブミラーさんもですね、実はこの AI 専門家の野口隆二さんっていう方の YouTube を見て、この 7R プロンプトっていうのを学んだみたいなんで、そちらご覧いただくといいかもしれません。はい、7R プロンプトとはっていうことなんですけれども、ですね、AI 専門家の、野口隆二さんっていう方がいらっしゃって、まあ、この方、書籍なんかも出してらっしゃって、文系 AI 人材になるっていうことで、東洋経済新報社っていうところから、なんか本なんか出しちゃってる方、結構なんか詳しい方みたいなんですけど、チャット GPT ビジネス活用っていう YouTube の動画で、の中で、7R プロンプトっていうのを、提唱してはったっていうことなんですね。で、命名された7つの R に基づくプロンプトの書き方っていうのをこの中で説明したんですね。で、この内容をですね、ちょっと僕なりに噛み砕いて皆さんに分かりやすいように説明しようかなっていうふうに思います。はい、7R プロンプトの書き方っていうことなんですけども、ざっとですね、バーン、こんな感じです。はい、最初はですね、リクエスト、依頼っていうのがあります。で、これはですね、 AI に何をしてほしいのかを明確に伝える。で、次にですね、ロール、役割っていうことですね。 AI がどのような立場でキャラクターで話すのかを決めてもらう、決めるっていうことですね。はい、次ですね、レギュレーション、形、形式っていうことなんですけど、まあ、AI の出力の形式や長さ、言語なんかを指定するんですね。で、次、ルール。これがですね、AI が守るべきルールとか制約、禁止事項なんかを設定します。で、次ですね、レビュー&リファインっていうことなんで、AI の出力を評価して改善点やフィードバックを与える。で、次ですね、リファレンス。はい、参照知識、例なんかをここで与えるみたいなんですけど、AI が参考すべき、知識や情報、具体的な例なんかをここで提供する。で、最後ですね、ランシナリオということで、実行シナリオということなんですね。で、AI が出力する内容の流れや目的、状況なんかを想定するっていう形なんです。で、これを聞いてね、実際に、あ、そうか、わかった言って、プロンプト書ける人、めちゃくちゃ天才や思いますよ。ほんまに。僕ね、今回のこのプロンプト、なかなか分かれへんかったっす。なので、まあ、ちょっとね、分かりやすいような感じで、順序立ててちょっと説明しようかなっていうふうに思いました。で、ですね、YouTube の方で言ってる内容を、ちょっと参考にちょっと作ってるんで、ちょっと次のご説明します。まずですね、簡易プロンプトっていう書き方から説明します。で、簡易プロンプトっていうことなんですけど、これ YouTube で言ってらっしゃった内容そのまんまちょっと出しました。で、入力するときにリクエスト依頼っていうのと、ロール役割。
ってレギュレーション形。もうこれだけで、もうプロンプトが作れて、もうこれだけでいいっていうことでも言ってたんですね。で、簡易的にやるんだったらもうこれでいいでしょうっていうことで、やります。だから、依頼、リクエスト依頼を出す。ロール役割を決める。で、レギュレーション、形式を指定する。たったこれだけですね。はい。で、僕が作った、プロンプトがこの隣です。あ、ちなみにですね、今回、GGP3.5 でやってます。なんで、3.5 お使いの方、実際に同じようにやってもらったら、同じ結果になるのかなというふうに思います。で、まずですね、リクエスト依頼ですね。きびだんごをあげて、鬼退治についてくるように交渉するシミュレーションをしてください。で、ロール役割ですね。あなたは桃太郎です。で、レギュレーション形ですね。会話形式で出力してください。っていうプロンプトをちょっと作ってみました。はい。で、これの実行結果が次になります。桃太郎、鬼退治に向かう途中、きびだんごを持って進んでいる。ふむ、これできびだんごを持っていけば、きっと鬼たちは友好的に話を聞いてくれるだろう。鬼の住む山に到着し、鬼たちが現れる。鬼リーダー、おいおい、なんだお前ら。何を持って山にやってきた？桃太郎、おい、鬼の皆さん。こんにちは。私は桃太郎と申します。今日は友好的なお話をしに来ました。きびだんごを持ってきましたよ。鬼リーダー、きびだんご、なんでそんなものを持ってきてくるんだ？桃太郎、実は鬼の皆さんと共に協力して、この地域をもっと良い場所にしたいと思っているんです。私たち人間と鬼たちが手を取り合って、山や川、森を守っていけば、みんなが幸せに暮らせるんじゃないかと思ったんですよ。鬼リーダー、ふん、人間と鬼が手を取り合うなんて珍しいことだな。でもな、なんだか信じられない話だぜ。桃太郎、わかります。でも、私たちは共通の目標を持っています。きびだんごを通じて、友好の意思を示したいんです。もし、私たちと一緒に協力してくれるなら、きびだんごを分けて差し上げますよ。鬼リーダー、ふむ、なかなかの提案だな。でも、ただきびだんごをくれるだけでは、信じるには足りんぞ。桃太郎、それなら、どうすれば信頼していただけるでしょうか。鬼リーダー、我踊り寺鬼たちは力が大事だ。お前が本気で協力するのなら、まずは我々と力比べをしてみろ。お前が勝てるなら、協力しよう。桃太郎、わかりました。力比べを受けてみましょう。私はこの地域の平和と繁栄を願っています。力比べが始まり、桃太郎は鬼たちと一緒に協力して課題をクリアする。鬼リーダー、なるほど、お前の意志は本物のようだ。きびだんごを分けてくれるなら、私たちも協力しよう。桃太郎、ありがとうございます。きびだんごを分けます。これから一緒に、この地域を守っていきましょう。鬼たちはきびだんごを受け取り、桃太郎と協力して地域を守ることになる。はい。ツッコミどころめちゃめちゃあるんですけどもね、まずちょっとね、これね、プロンプト云々以外よりも、出力された内容をちょっと突っ込みたいんですけど、なんで鬼やねんなんでなんでしかも、何、桃太郎、何、サラリーマンなの、なんか、サラリーマンの営業マンなんか、どっか田舎の方のね、レジャー施設の作るためにね、なんかその地域の人にと交渉してるのかっていうようなね、感じなんですけど、で、ちょっとね、きびだんごで交渉しろっていう風な感じじゃないんですよね。最後、力比べになっちゃってるっていうね、ちょっとね、かなりね、突っ込みどころ満載なね、なんかちょっとプロンプトの結果だったんですけど、まあ、これがいわゆる、この、プロンプトの内容なんです。はい。で、次ですね。次。はい。次が、詳細プロンプトっていうやつをやってみようかなというふうに思います。はい。詳細プロンプトなんですけど、先ほどから一気に3つボーン増えたんですね。で、増えた内容っていうのは何なのかっていうと、ルールっていうのと、で、レビューとリファイン、評価改善。で、
リファレンスっていうことで参照知識っていうことをあと例ですねっていうのを、やってみました。で今回ねちょっとプロンプトね改造してみました。これねちょっと YouTube に書いてる内容をちょっとより近い感じでちょっと書いてみたんですね。ちょっと読み上げてみます。まずリクエスト依頼があなたは、ルール役割です。なのでルール役割っていうのがごめんなさい、ロールですね。ロール役割っていうのが桃太郎なんであなたは桃太郎です。で次のルールっていうところがあるんですけど、きびだんご、きびだんごを交渉に使ってください。で、一つ一つの会話に、評価改善の方法で、評価し出力を含めてくださいっていうふうに書いてます。を必ず守り、鬼退治についてくるように交渉するシミュレーションを、形式レギュレーションの形式ですね。レギュレーションの形式、会話形式っていうのと。順序は登場人物、会話内容みたいな感じで、出力するようにっていう形の出力をしてくださいっていうことで上の部分は作りました。でロール役割は桃太郎でレギュレーションが会話形式、順序は、登場人物で会話の内容でルールはきびだんごで交渉で一つ一つの会話に、評価を含めるで、リファレンスを例にして出力する。でレビューリファインが交渉成立の確率をパーセントで評価する。でリファレンスがですね、桃太郎こんにちは犬さん、私は桃太郎と申しますみたいな。で、まあ、犬さんなのに鬼って書いちゃってあの鬼はい、何のご用でしょうか、ちょっと間違ってますけどね僕ここ、でも本当は犬って書きたかったんですけど鬼になっちゃってるんですけど、で交渉確率が何パーセントなのかっていう形でやってくれっていうふうにお願いしました。でその結果のですね、出力結果が次の通りになります。ハッシュタグ桃太郎の鬼退治交渉シミュレーション。桃太郎こんにちは鬼さん、私は桃太郎と申します。鬼はい、何のご用でしょうか。桃太郎実はこの地域で最近鬼退治を行っているんですよ。人々が鬼の活動に困っているので平和を取り戻すために協力をお願いしたいと思ってきたんです。鬼ふむ、なるほど。でもなぜ私たち鬼が協力しなければいけないんです。桃太郎その点きびだんごを提案させていただきます。これは私たちの地域で作られた美味しいお菓子で鬼の力を増幅させる効果があると言われています。もし協力いただけるのであればたくさんのきびだんごを提供させていただきます。鬼ほうきびだんごというのか、それは興味深い提案だな。しかしその効果は本当にあるのか。桃太郎もちろんです。以前近くの山で住人が鬼と共に暮らしていた事例があり、その時もきびだんごの協力を得て鬼の力を借りて山を肥やし豊かな収穫を得ることができました。鬼なるほど、それならば興味が湧いてきたぞ。でもきびだんごを提供する代わりに私たち鬼にも地域の恩恵を受ける機会を与えてもらいたいな。桃太郎それも全く問題ありません。地域の祭りや行事に参加する際に鬼の方々も歓迎していただければと思います。また私たちの協力によって鬼のイメージが改善されれば地域全体の調和も増すことでしょう。鬼なるほど、確かにその点も考えるべきだな。きびだんごと地域の恩恵どちらも魅力的な提案だ。私たちは一度試しにきびだんごを受け取ってみよう。もし効果があるようなら協力させてもらおう。交渉成立の確率 75%。 このシミュレーションでは桃太郎は鬼に対してきびだんごを交渉材料として使用し鬼退治に協力を求める交渉を行っています。鬼もまた地域の恩恵を受けることで交渉に応じる意思を示しています。交渉成立の確率は 75% と評価されます。はい、これもねちょっといろいろとね突っ込みどころ満載なんですけど、なんか鬼インテリですよねほんまちょっとね言動がねちょっと頭良すぎる感じのなんか返しじゃないですか。もうほんまねなんかね地域の恩恵とかって考えます？もう鬼もうちょっとね僕がもし鬼やったら
もうきびだんご食ってねパワーアップすんのやったらもうそれで村ごと襲ったろかなって思うんですけどねまあまあまあ、でもね、まあこういうようなまあ営業マン桃太郎がですねあのサラリーマン金太郎みたいなあの営業マン桃太郎はですねあの交渉成立の確率が 75% 評価されるんですよね。まあ素晴らしい結果を出したっていう、これが詳細プロンプトですか、詳細プロンプトのね内容なんですけど、はい、次ですね、はい、次の内容、ここからがちょっとね難しくなっていくかもしれません。ランシナリオっていうやり方ですね。これ実行シナリオっていうことなんですけど、まあまあどういうことなのかっていう図解の説明がありまして、まあ今まで通り同じね、依頼役割形式ルール評価改善、参照知識例っていうのがあって、その下にですね実行シナリオっていうので制御するってことみたいなんですね。でちょっとね僕もねまあ見ながらでとりあえずこれつけてみたんですけど、上の部分というのは先ほどの詳細、シナリオ、詳細のプロンプトと全く変わりはありません。ただ追加した内容というのがランシナリオ、実行シナリオを追加しました。で追加した実行シナリオの内容なんですけど、1番、1回目の会話の出力を行いどうしますかと私に聞く。で、2番、私が入力した内容を把握して、依頼を再度実行する。で3番、私にこのタスクを終了させてよろしいですかと聞き、終了してほし、よろしければタスクを完了させる。で終了してはいけない場合は再度リクエスト、依頼を実施するっていう、シナリオをですね下に書き加えたんですね。でちょっとね、ここで問題が勃発しまして、まあ無料版お使いの方 GTP3.5 お使いなのかなと思うんですけど、この実行シナリオだけが、GTP3.5 がうまく動かないんですね。なのでちょっと今回、このプロンプトだけ、チャット GPT の、GTP4 でちょっと実行してます。でもし、まあ、できるかどうかわからないんですけど、4で一回試したいなと思われる方は、まあちょっと Bing で一回やってみてもいいのかな。でもこれだけプロンプト入らないかな。まあまあまあ、なんかそんな感じで、ちょっと 3.5 ではこれちょっと難しかったのかもしれないです。はい。ではですね、実際にその、プロンプトを与えた結果を見ていきましょう。はい、まずはこちらです。ランシナリオ実行シナリオステップ1。桃太郎こんにちは、犬さん。私は桃太郎と申します。犬、はい、桃太郎様、何のご用でしょうか。桃太郎、実は遠くの鬼ヶ島に住む鬼たちを退治しに行く予定なんです。そのため強力な仲間を探しています。犬、それは大変な旅になるでしょう。私にどうしてほしいのですか。桃太郎、犬さんの力を借りたいのです。その代わりとしてこれをお渡しします。きびだんごを差し出す。犬、このきびだんごのために協力する価値があるのでしょうか。交渉確率 40%、 どうしますか。いやいやいや、もうほんまね、毎回ごめんなさい、ちょっと内容とは全く関係ない、このプロンプトとは全く関係ないところなんですけど、まず犬出てきておめでとうございます。さすが GTP4 犬出てきました。で最初の方ですね、結構ね、あ、物語と一緒じゃんって思うような感じで来たんですね。で最後の最後ですよ、犬が言った言葉、これね、このきびだんごのために協力する価値があるのでしょうかって、お前偉そうやなっていう話じゃないですかね、どういうことやねんっていうね。でしかも交渉確率 40% ってね、角度引くみたいな感じで、まあでどうしますかっていうね、実行シナリオを僕設定したんで、で聞いてくれたんで僕答えました。カーゴの入力ですね、犬をおだてようと思いました。で犬おだてるっていう風に返したんですね。すると、実行シナリオステップ2が始まります。ハッシュタグランシナリオ実行シナリオステップ2。桃太郎、このきびだんごはもちろんあなたの力を尊敬し真心で頼みたいと思っています。
犬さんの強さと忠誠心は私たちの仲間に欠かせないものだと信じています。鬼退治の後にはさらに報酬をお約束します。どうか私たちの旅に参加してください。犬、桃太郎様の真心を感じます。そして私も鬼たちを退治することの重要性を理解しています。このきびだんごとその後の報酬を受け取り、仲間として協力いたしましょう。交渉確率 85%。 どうしますか？いやほんまね、どういう話なんこれ。いやもうほんまね、ちょっとね、面白すぎてちょっともうプロンプトが入ってこなかったんですけど、なんていうんですかね、この桃太郎なんでここまでへりくだるみたいな、ちょっとへりくだりすぎやし、で犬ね、なんか桃太郎様の真心を感じますっていう割にはね、なんかあの報酬でお前交渉に乗ったんじゃないのみたいな、きびだんご一個も関係ないやんっていうねところあるんですけど、まあここで交渉確率が 85% まで上がりました。じゃあどうしますかって聞かれたんで、もうここはね、もうカーゴの入力ですけど、まあきびだんごあげて仲間にするっていうね、最終のクロージングをやろうかなっていうふうに思います。ハッシュタグランシナリオ実行シナリオステップ3、桃太郎ありがとうございます。犬さん、ではこのきびだんごをどうぞ。きびだんごを犬に渡す。犬、ありがたく頂戴いたします。きびだんごを食べるこの力を鬼退治のために使わせていただきます。何か指示があれば何でも言ってください。桃太郎、共に鬼ヶ島を目指しましょう。犬さんの力を信じています。交渉確率 100%。このタスクを終了させてよろしいですか？はい、ここまで来てね、まあ、終了タスクの部分も僕、あそこの実行シナリオに変えたんで、ちゃんとね、もうこのタスクを終了させてよろしいですかって言われたんで、僕は入力ではいって答えます。了解しました。タスクを完了いたします。もし何か他のお手伝いが必要な際はいつでもお知らせください。安全な旅をお祈りしています。桃太郎様。はい、安全な旅をお祈りしておりますってツアーコンダクターかっていうね、なんかあの何やねんそれっていう感じなんですけど、でもちょっとね面白かったと思います。でちょっとね、皆さんね、これね、最後まで聞いてらっしゃる方ね、もう桃太郎しか頭の中入ってきてないかもしれないですけど、これとんでもなくすごいね、プロンプトなんで、ちょっとわかりやすいようにと思ったんで、ちょっと桃太郎使ったんですけど、でも中の内容っていうのはまたその指示通りにやっていくとこんな感じの結果になるので、ただしちょっとランシナリオだけがね、ちょっと GTP3.5 では動きにくいなっていうところがあったんですけど、GTP4 だとこういった結果が得られました。はい、まとめです。今回のですね、 7R プロンプトなんですけど、まあ、不活式とか、まあ、他のやつに比べるとちょっとなかなかね複雑なところはあるかなと思うので、やっぱりね、ちょっとね、慣れが必要なのかなっていうのはちょっと思いました。で、最初ね、まあ、どっかにあるような 7R でプロンプトで書かれているプロンプトの、内容をコピペしてですね、で、そこの内容をちょこちょこ、変えて、で、実際に実行していくっていう方法がいいかもしれませんね。で、ただし先ほども何回も言いましたけど、ランシナリオ、実行シナリオについては、GTP4 でしかどうも動きなさそうな感じなんで、まあその辺ちょっとね、3.5 無料版使ってらっしゃる方はもしかしたらランシナリオまでできないのかなっていうことで思いました。で、詳しくはね、YouTube の直接ちょっとご覧いただくか、カーブミラーさんの、記事ご覧いただくと、いろいろと載ってるので、そちらの方、ご覧いただければな、というふうに思います。はい。カーブミラーさんどうもありがとうございました。参考にさせていただいてありがとうございました。はい。こんな感じでですね、皆さんのビジネスを応援するような動画を365日毎日更新しております。もしよかったらまた見てください。ありがとうございました。